天上桟敷の人々、天上桟敷の人々、天上桟敷の人々、現代、レ・アンファン・ディ・ユー・パラディ、天国の子供たちは、1945年に制作、公開されたフランス映画。フランス映画史上に残る名作と言われる。第二次世界大戦中、ビシー政権下にあったフランスで制作され、監督はマルセル・カルネが務めた。制作期間に3年3ヶ月を費やし、制作費は16億円に上る、当時としては破格の規模で作られた、大作映画となった。作品は、第1幕、犯罪大通りと、第2幕、白い男の2幕構成になっている。愛し合う者同士にはパリも狭いといった名台詞を生み出したジャック・プレベールの脚本でも知られる。各国の映画評論家から高い評価を受ける作品でもあり、数々の賞を受賞しただけでなく、後年の映画批評家等を対象にしたランキングでも上位にランキングされる文字通りの名作である。以下は日本でのランキング。舞台は1820年代のパリ。犯罪大通りの賑わいから物語は始まる。ガランスと彼女を取り巻く3人の男性、フレデリック、伯爵、バチスとの関係に焦点を当てながら進んでいく。第1幕約100分、第2幕約90分。女たらしで無名の俳優、フレデリックはパリの街角でガランスに一目惚れ。饒舌に愛を語るが、ガランスは軽くあしらうだけだった。そんな美女、ガランスと圧巻で友人のピエール・ラスネール、偽名で、劇中コロコロ変わるは、パリの犯罪大通りにて、フィナンビュール・ザの無言劇、パントマイムの余興を楽しんでいた。そして、ピエールは、そこの隣で一緒に余興に見入っていた裕福そうな、紳士から懐中時計を巧みに盗み去る。そのことで濡れ衣を着せられたガランスであったが、盗難の一部始終を父親から才能がないと罵倒されていた芸人バチストによってコミカルにパントマイムで再現され、彼女の疑いは晴れる。このことがきっかけでバチストは夢から覚め恋に落ちる。一方でフレデリックは公演中のトラブルを代役を演じたことがきっかけでフィナンビュール・ザで働くようになる。その後、偶然にもガランスと再会するバチスト。お互い惹かれ合うものの、バチストの思い愛が二人を引き離す。そんな彼は、無言劇で評判になり、フレデリックとガランス、ちょうど仕事がなかったので、バチストに紹介してもらうも、同じ舞台で共演する。すると、公演を見物していたモントレー伯爵は、ガランスの虜になり、財力でガランスを口説く。しかし、申し出を断るガランス。その後、またもや、ピエールのせいで刑事の取り調べを受け、殺人未遂の共犯者として逮捕されそうになる。やむなく、ガランスは伯爵に助けを請うことに。ガランスは伯爵夫人として暮らし、一方バチストはナタリーと結婚して男の子を授かる。フレデリックはフィナンビュール・ザを辞め、別の劇団に移ったものの、相変わらず女遊びをしたり借金取りに追われたり、さらには、こんな芝居は退屈だと言って劇中にアドリブで作家たち侮辱するなど問題を起こしている。偶然にもフレデリックはバチストの芝居を見に行った劇場でガランスと再会し、バチストとガランスを再会させようと取り計らうが結局会えなかった。劇中に突然飛び出し失意に暮れるバチストだったが、友人フレデリックの芝居オセロを見に行きようやく愛しのガランスと再会できる。二人にはもはや言葉はいらなかった。しかし、一方ではガランスを手には入れたものの、彼女に愛してもらえない伯爵は、ガランスの思い人がフレデリックと勘違いし、嫉妬の矛先をフレデリックに向け決闘を申し込む。そこに、ピエールが割って入り、カーテンの向こうのガランスとバチストの仰せを両者に見せる。ピエールに激怒する伯爵にピエールは不敵な笑みを浮かべてその場を去る。翌日、謝肉祭の喧騒の中、ピエールはトルコ風呂屋にて伯爵を刺し殺す。パントマイム役者、バチスト、シェイクスピア俳優、フレデリック、ブライシ人、ラスネールは実在の人物をモデルにしているという。2008年パリ国立オペラバレエ団によってバレエ化され上演された。邦題にある天井桟敷とは、劇場で最高峰、最上階の天井に近い場所にある観客席のこと。醜いので、通常は安い料金に設定される。フィナンビュール座でこの席は天国と呼ばれ、ここに詰めかけて無邪気に声援やヤジを飛ばす。最下層の民衆は子供のように賑やかだったので、天国の子供たちと呼び習わされていい。日本初公開時の題名候補に、天井桟敷の子供たちもあった。つまり、邦題、天井桟敷の人々は、日本の映画興行に見られる観光として、洋画を上映するにあたり表現規制回避目的や商業主的観点等から現代の意味を逸脱して日本独自の題名をつけてきた事例とは異なり現代を真意に基づいて正確に意訳したものと言える。かつて寺山修司が主催していた劇団演劇実験室天井桟敷は少年時代に青森の映画館でこの映画を見て感動した寺山が劇中の天井桟敷で芝居を鑑賞する人々の姿から着想を得、と彼自身のエッセイや元劇団員らが談話で語っている。現代では区画整理で消滅したが、かつてパリに存在したオペラ劇場、庭園劇、引き劇、外国劇、ストリップ、古典伝統劇、見せ物小屋、サーカス小屋などが密集したブロードウェイなどのような地域の通称であり、常に様々な犯罪が頻繁に起こっていたためにこう呼ばれた地域のことである。文字通り、バチストの舞台衣装を指している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。